はい、こんにちは、レトスのおです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の現在の割引価格は今日の24時までとなります。今年の試験で思った結果にならなかった方、でも来年は絶対合格したい。そう思っている方は個別指導をご検討ください。個別指導では理解をしながら学習していただけるので、今からであれば来年あなたに合格していただく自信があります。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらから是非ご確認くださいあなたの事故をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます今まく種はやがてあなたの未来となって現れるえ今勉強してもえ試験前には忘れてしまうのではないかとえだからえ試験前に一気に勉強するんです、まあ、そう思っている方意外と多いんですねえもちろん今日勉強したことは明日にはほとんど忘れてしまいます これっていうのは、エビングハウスの研究結果からも明らかなんですね。エビングハウスの忘却曲線というものを調べていただくと分かると思います。しかし、復習を重ねることで忘れにくくなります。つまり、試験前に復習を重ねて定着させておくことが重要なんですね。そのことから考えても、試験前から始める、まあ、試験直前から始めるってことですね。これはあまり合理的ではないんですね。復習できる回数自体も、 今から勉強するのと試験6ヶ月前から始めるのとでは2倍ぐらい変わってきますだからこそ今すぐ本格的に勉強を始めた方がいいわけなんですね実際過去の個別指導の受講者様を11月から勉強を始めている方の合格率これ8割ぐらいあったのに対して4月から個別指導を受講された方の合格率は6割だったと約6割だったということも実際あったんですね今の時期から勉強をしている人 と比べて4月から勉強する人の方がやはり合格率は低いんです来年絶対合格したいという気持ちがあるなら今すぐ本気で勉強を始めましょう個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからご覧くださいでは3問に入ります B は A に対して B 所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが A は C と 売買契約を締結した B が追認しない場合でも C が A に代理権があると信じそう信じることについて正当な理由があるとき C は直接 B に対して所有権移転登記の請求をすることができる丸か×かという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは○です B が本人、A が代理人、C が相手方という状況で、今回 C に与えられた代理権の範囲っていうのは、賃貸借契約なんです。にもかかわらず、売買をしたということは、これは代理権の範囲を超えてますよね。で、相手方については、代理権があることを信じて、そう信じるについて正当な理由がある。これは、言い換えると善意無過失なんですね。よって C は、表権代理を主張することができるということです。 で、表権代理が成立するということは、契約っていうのは本人 B に帰属するんですね。つまり、契約の責任を負うのは B だということです。つまり、相手方 C は本人 B に対して、契約通り所有権移転登記してくださいと、直接所有権移転登記の請求をすることができるということですね。表権代理が成立するということは、契約自体有効になるから、相手方 C は契約通り 所有権移転け取してくださいとと本人に請求するることができるということですで途中なんですけれども是非グッドボタン押していただければと思いますグッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたしますで問い2ですね B が用途地域内の事故所有の農地について道路を設けて区画割りをしその売却を業として行おうとする場合は B は免許を受ける必要はない 丸かかという問題ですで答えは、え×罰ですね。免許を受ける必要があります。これは昨日のポイントと同じなんですね。用途地域内の土地っていうのは、もう原則宅地扱いです。ただし、政令で定めるえ公共施設用地。これは宅地には該当しないんですね。道路とかっていうのは宅地には該当しません。で今回の問題っていうのは、もともと用途地域内の農地ですよね。ここにも書いてある通り、用途地域内の農地なんです。 これを道路を設けて区画割りをするんですけども、そもそも農地だということなんで、もうこれは宅地なんですね。宅地扱いです。従って、宅地の売却を業として行おうとする場合は、B は免許を受ける必要はありますので、誤りだというふうになります。で、個別指導では、この免許の用費の簡単な解き方、これをお伝えしております。免許の用費の問題っていうのは、まあ、どんな応用問題や引っ掛け問題が出たとしても、これ確実に特典できる分野なんですね。 なんでこれ絶対得点していただきたいんですよ。ここで引っかかってたりしていたらなかなか合格できませんので免許の用費については絶対に失点は避けましょうで。建築基準法です。高さ〇〇メートルを超える建築物には周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き有効に飛来設備を設けなければならない。この メータータこれは何でーーでしょううかという問題です実際このような穴埋め問題でないんですけどもこの数字は覚えていただきたいので穴埋め問題にしておりますで飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時にその雷のエネルギーが建物の中に入らないようにつまり、えー、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよねそういったものが建物にバーンと落ちた時に壊れないようにするためにマンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備みたいなイメージです で、これについては20メーターですね。20メーターを超える建物については、原則、飛来設備を設けなければなりません。で、え個別指導の受講者については、これ、語呂合わせでえ覚えた方が早いので、語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方にえ記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導の現在の割引価格は、今日の24時までとなります。今年の試験で思った結果にならなかった方、 でも、来年は絶対合格したい。そう思っている方は、個別指導をご検討ください。個別指導では理解をしながら学習していただけるので、今からであれば来年あなたに合格していただく自信があります。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの事故をお待ちしております。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオノでした。